のログインチャス INI です。 INI の池崎理人です。高塚ひろむです。よろしくお願いします。ようこそ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、早速もミニの皆さんからですね、メールをいただいて、もう厳選してちょっとご紹介します。嬉しい、ありがとうございます。まず1つ目、仙台からはるかさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。INI のご出演おめでとうございます。ありがとうございました。そしてリヒト君とヒロム君、宮城に来てくれてありがとうございます。いやこちらこそ嬉しいですね。デビュー前から大好きだったんですけど、11月のツアーで初めて宮城に来てくれて、そこで生で初パフォーマンスが見れました。本当に感激して、一生押していくと決めました。これは嬉しい。人生もらっちゃった。うわ人生もらっちゃった。ちょっとはるかさん、人生はるかさん今鼻血出して倒れてる。一瞬戻ってきて。戻ってきてください。でもデビュー前からですって。あ嬉しいですね。海も見てくださってたんです ね。そういうことですよ ね。そしてもう一つ、東北の福島県からゆうこさんです。初めてメッセージです。今日は INI の2人ご出演ありがとうございます。 INI の中でも最も推しているリヒロムが東北に来てくれて嬉しいです。ありがとうございます。リヒロムっていう、この組み合わせはリヒロムっていうふうにずっと言われてます。そうなんですよ、言われてますね。リヒロムで合わせリヒロムですね。なんでこの2人の組み合わせなんですか、リヒロム。まあ、でもいやグループ11人もいて、そう確かに、はい、僕たち、めちゃくちゃ仲良しなんです。自分で言うのもあれなんですけどね、はい、結構プライベートとかでも一緒に遊びに行くくらいの。そうなんですよ。普通こういうグループだと、やっぱりこうほら、やっぱ活動中の密度が濃すぎて、なかなかそのね、活動離れるとそれぞれの時間を大事にするって皆さん多いと思うんですけど、まあまあまあ、そうですよね。まあでも、ヒロムとかは割と一人の時間も好きなんですけど、僕がもう構ってくれ構ってくれ言うて、もうドライブに連れてってもらったりとか。ドライブに。そうなんですよ。もう実家にもお邪魔したりとか。実家ですか。そうです。はい、ヒロムの実家行ったことあります。僕も。もう超仲良しです。あ、お互いの実家にですか。そうなんですよ。僕福岡なのに来てくれたのもあって。はい、そうですよね、福岡ですよね。そうです、福岡なんですけど、あのツアーの時とかにちょっとね、はい、時間あった時に、はい、来てもらってご飯食べたりとか。あれですよね、実家に行ったらもう、はい、なんかちょっと言葉あれですけど、ご両親にご挨拶みたいな感じがありますよね。本当にそうです、そうです。ですよね。でも本当に、はい、家族とも仲良かったです、仲良くさせていただいておりますって言って、そうです。池崎です。それこそ人生もらったレベル。人生もらったレベルでのご挨拶。ヒロムさんをください。いやいやいや。そしたら例えばじゃあゆっくりしてってねリヒト君とか、ヒロム君とか、そういうようなでもいわゆるおかんのやり方。本当に僕帰ってこなくても、はい、リヒト君だけうち帰ってきていいからね。うちの親がでもすごいよくしてもらってて、もう本当にね、仲良しケミなんですね。もう我が子のように、はい、ね、分かる。僕もね、やっぱりこう男の友達連れてくとお母さんって嬉しいんですよね。だから、あんた帰ってこなくてもいいから、お友達だけでもおいでみたいなやり方しますよね。そうです、そう思ってくださる。そうなんだ、ね、やっぱりあれですか、お家の方を見ると、ああこの息子だなってお互い分かる。あ、思いますね。まあ、リヒトなんて、普段結構標準語ですけど、はい、やっぱりそういう実家に帰るともう福岡弁が出てくるんですよ、はい、それをなんかすごい聞いててほっこりしますね、はい、結構でも西の言葉出ますよ ね、 リヒトさんね。そうですね、僕はもうゴリゴリの北九州弁みたいな。北九州弁なんですよ。どういったの、もうほっと汚いですけど、汚いというか、まあ、僕たちにとっては汚くないんですけど、貴さん暮らすぞみたいな。貴さん暮らすぞ。これ僕はそんな言わないんですけど、先生とかは結構その、お前、うん、まあまあ、しばくぞじゃないけど、はい、ちょっとね、いい加減しとけよ的な、貴さん。貴さんをもうお前の感覚で言うんですよね、あ先生。貴様ですかね、貴さん。そうです、貴さん、貴さん暮らすぞ。ちゃんとせよ。おい、なんとかやけの、みたいな。なるほど、ちょっと怖いですよね。どうして放送に適当じゃないやつを選んだの。いろんなワードがあると思うんです。いいです、いいですよ、言いたかった。特別ひどいの選んじゃった。すみません。いいです、ラジオならではで、ありがとうございます。でもこれ今日初めて INI に触れるっていう方はね、はい、多分驚かれると思うんですけど、ファンの方のことはミニって言うんですよね。そうなんですよ、ファンネームっていうのがあって、はい、僕たちで決めたんです。うん、はい、メンバーみんなで11人で決めたんですか。そうです、何個
他のファンの方から、はい、あの投票みたいな感じで候補があって、うん、その中からいいのを僕たちが決めたんです、うん、そうですね、はい、あのメモリーの M プラス INI でそう一緒に MINI って書いてミニミニです、ね、あそうだメモリーだよそういうことです。メモリー、そうです、ね。そうです。うん、アイエナイと一緒に。もうちょっともう一個ぐらいあってメモリーとなんか。そう、そうだな。メモリーと、と、うん、まあまあ、うんまあまあまあ、まあメモリー。まあメモリーが一番大きいですね。番組4時間あるんで大丈夫。思い出したら連絡くれる。ちょっと僕言っときます。ちょっと忘れちゃって。そうですか。まあそんなね、うん、あのミニの方々からもこうやってメッセージ、あれご紹介してないですよねまだね。いやしましたよ。しました。しました。ちょっと疲れすぎたね。はい。そうですよ。そうそう。次の段取りすっかり。はい。ということでじゃあセカンドアルバム、はい、マッチアップという、うんはい、なかなかマッチアップっていうだけで、はい、なんかスポーツ用語かなとかなんかいろいろ思ったりして、もっとしたらなんかチャレンジングなネーミングなのかなと思ったんですけど、お二方いかがですか？そうですね、まあなんか毎回そのなんかテーマというか、はい、アルバムとかシングルでコンセプトあるんですけど、うん、今回はマッチアップってことで、うん、なんかその僕たちのメンバー同士のケミストリーっていう、はい、あのさケミケミって言うんですけど、そうですね。そうですね。って言って、それを、はい、まあ、メンバーにしても、うん、ファンとにしても、なんかそういうマッチをテーマにしたアルバムになってますね。ケミストリー、相性がいいことをこう意味するっていう。意味する。そうですね。スラング、ね。そうですね。だもうリヒロムのケミはものすごいいいわけでしょ。うん、ああ、もうそういうことです。そういうことですね。ゴリゴリのケミみたいな。もうそうです。ゴリゴリのケミ。使い方が間違ったら、ね。ごめんなさい。遠慮なく言ってください。完璧です。完璧。完璧しました。今のマジで優しい。ちょっと話出ちゃいそうです。あなたが鼻血出さなくていいんですよ。ミニの皆さんに出していただいて。はい、失礼しました。ね、はいはい。でもどうですか、アルバムのタイトルにはじゃあそういう意味があるとして、はい、例えば、ね、高塚さんボーカル担当で、うん、池崎さんラップ担当、うん、なんかそれぞれのパフォーマンスは、うん、もう本当にやっぱりデビュー前からしのぎを削ってきただけあって、うん、すごく高いレベルにね、うん、あるのかなと思うんですけど。そうですね、特にあのタイトル曲のレジットっていうのが、はい、あのすごいあのなんだろうな、ラップもボーカルボーカルも入る曲になってて、ね、特にボーカルはあの、ね、ブリッジあたりのすごいなんかハーモニーというか、はい、すごいコーラスが綺麗な部分があって、そう、それとラップの、ね、コントラストがすごい映えた一曲になってるので、すごい注目していただきたいです、リード曲、はい、単純にさっきみんなで、はい、レジットこの後、ね、ご紹介いただきますけれども、はい、聞いてて難しい曲だなって、すごい、そうですね、テンポチェンジもすごくありますよね、本当に完全にガッツガッツラップになったりとか、すごいもうね、楽しい曲になってます、はいはい、この曲含めてレコーディングはどうですか、スムーズにいきましたか、いかがです？そうですね、あの、まあ、ツアーをその時はちょうどやっていて、はい、まあ、ツアーに並行してこのアルバム制作もやったっていう感じで、うん、そっか、そうですね、スケジュール的にはそうですよね、結構確かにタイトな中、タイトな中レコーディングとかもやってました ね、 ね、うん、もうすごい1週間で何曲かやったりとか、そうですね、やってましたね。MV、PV 撮るわけですもんね。そうですね。撮りましたね。撮りました。ということは、そのパフォーマンスも、はい、要はレコーディングだけじゃなく、そうですね。やっていかなきゃいけない。ツアーと並行してですよね。そうなんですよ。はい、そう。あの、これまだ MV 出てないんでね、パフォーマンスは多分誰も見たことないんですけど。そっか。そうなんです。僕なんてパイロット版なんですね、はい、じゃあ、ね。あ、そうです、そうです。YouTube に上がってるのが、そうです。そろそろ。ですね、うん、お待ちいただきたい、ければって感じです ね、 そうですね、この曲聞くと、はい、自然とこう体が動くじゃないですか、うん、嬉しいです、もう目の前にいる純吾さんもですね、はいはい、聞いてね、なんかこうなんか昭和のダンスちょっとこれじゃないんだって思いつつ、やめてほしい、個性のある、はい、こう踊ったらいいよとか、なんかこうありますか、かっこよく決まる振り、ここでこのフレーズでこういう手がとかありますか、うわそっか、じゃあ質問が結構無茶ぶりだもんでもやっぱりラジオだからこそ、はい、そのこういう風にしてっていうの見れないじゃないですか、はい、見れないからこそ口だけでお伝えすると、あ、じゃあちょっとお願いします、そのやりがい感じていただけると、人差し指と中指をうまくつけて、はい、で、曲の中に俺ら to resist good to be resist ってとこがあるんですけど、はい、そこを頭の横でこうやるんですよ、頭耳の横っていう振りがあるので、good to be resist、 1本ずつ
ていう振りが結構キャッチーかなーと思うの で、ね、はい、そこを楽しみにしていただければと思います、はい、多分今聞いてくださってる方はまだわからないと思うので、うん、何のこっちゃと思う、はい、何のこっちゃ、ね、耳とこめかみの間らへんで、あ、そうです、パンパンパンと4回ですね、そうです、4回ですよ、はいはい、うん、耳の形はあの加藤ちゃんペの形一番わかりやすい、わかりやすい、ちょっと昭和っぽかったです、その通りです、でも本当に宮城でもね、またパフォーマンスをって思ってらっしゃる方多いと思うんですけれども、どうでした、こう各地回られて、はい、仙台宮城っていうのはどんな土地って感じました、まあ、なかなかね時間はね、はい、ライブ以外の時間って難しいかもしれないけれども、はい、いやでもねすごく暖かくて、うん、もう本当になんか盛り上がりましたね、本当に東北に、ね、あの来るのが初めてだったので、はい、INI としてこうやってパフォーマンスさせていただくのが、うん、なので本当にもう盛り上がりがすごい良かったです ね、 ですね、僕たちもやってて気持ちが乗りましたし、はい、あとはもうケータリングもすごい美味しい、去年11月のケータリング覚えてる、何食べたんですか、もうもちろん牛タンから、もういろんなずんだのね餅だったりシェイクだったりも、本当デザートも充実してて、もうやっぱパフォーマンスにははい、ご飯が欠かせないのですごい助かりましたというか、ちょっと待って、どうしたんですか、ビッグアーティストのケータリングってそんなにいいの今いいってご本人が言ってるんで、まあ、すごい羨ましいな、いやちょっと良かったですね、僕も食リポで参加したいあ、もうぜひ来てほしい、ぜひぜひって言ってるので、じゃあぜひもう優しい、本当にケータリングありがとうございます、ね、ということでね、はい、INI のお二方との、うん、本当に楽しい時間あっという間ですけれども、はい、じゃあぜひ宮城のリスナーにね、はい、お一人ずつ池崎さんと高塚さんメッセージいただいて、はい、曲紹介ということいきましょうかね、うん、はい、はい、宮城のリスナーの皆さん、池崎理人です、いつも応援してくださって本当にありがとうございます、こうして宮城県に来れて本当に嬉しいですし、また11人で戻ってきてパフォーマンスができる日を楽しみにしております、お待ちしててください、ありがとうございます、はい、高塚ひろむです、本当にいつも応援していただきありがとうございます、また今度11人でも宮城に来れたらとも思いますし、宮城だけじゃなくて他の東北の県にも一緒に行けたらいいなと思いますので、うん、楽しみにしていただければと思います、うん、はい、はい、それでは曲紹介、はい、はい、お願いします、最後に、聞いてください、 INI でレジット、はい、INI 高塚ひろむさん、池崎理人さんでした、どうもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。